はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、都市計画法の具体的なイメージ、これについてちょっと、解説させていただきたいと思います。都市計画法、まあ、法令上の制限の中でも、まあ、大体ね、一番最初に勉強する部分なんですけども、まあ、すごくイメージしにくいですし、何を言ってるのか理解できないという方が非常に多いです。なので、この部分について、まあ、具体的な、解説というよりも、問題の具体的な解説、テキストの具体的な解説というよりも、そもそも都市計画法ってどんなものなのかというところを、今回ですね、このホワイトボードを使うのではなくて、ちょっとパソコンを見ながらですね、解説させていただきたいと思います。はい、それではですね、今回は、横浜市の行政地図情報提供システムということで、まあ、通称マッピーと、呼ばれている、ものなんですけども、これインターネットで調べると、出てきます。で、これどういったものかっていうと、横浜市内の各土地の地点、どんな都市計画の制限がかかっているのかというものを調べることができるんですね。で、今ここに、まあ、旗のマークあると思うんですけども、ランドマークタワーですね。ランドマークプラザって書いてありますが、ランドマークタワーです。ここの、都市計画、どんなものが、あるのかというところを、こちらのところに表示させているんですね。で、まあ、これ見るとですね、まあ、ランドマークタワーを知ってる方だと分かりやすいんですけども、知らない方、ちょっとイメージしていただきたいんですが、まあ、すごく高いタワーだと考えてください。もう他の建物とは全然違うタワーなんですね。ちょっとこれストリートビューで見ていただくと、まあ、ここにあるんですけども、ちょっと見てみますね。まあ、インターネットの方でランドマークって調べていただくと、すぐ出てくるんですが、まあ、すごく高いタワーなんですよ。ですね、どっちかな、こっちかな。あ、これですね。このタワーです。このタワー。まあ、すごく、他のものと比べるとすごく高いんですよ。まあ、今ね、隣のこの建物とそんなに変わんないじゃないかと思われるかもしれないんですけども、これ離れてみると、これ相当高いんですね。で、まあ、これが、まあ、どんな、都市計画なのかと、どんな都市計画がかかっているのか、まあ、これですね、このタワーなんですけども、まあ、すごく高いんですよ。で、これどんな都市計画がかかっているかっていうと、まず区域区分でいうと、市街化区域だと。まあ、建物を建てられる区域っていうのかな。どんどん建物を建てていく区域ですね。で、用途地域でいうと商業地域。まあ、ビルをいっぱい建てる、地域だということですね。で、建蔽率は 80%、容積率は 800% と。で、高度地区もこうかかってきてると、最高限度と最低限度かかってきてますね。で、防火地域。で、駐車場整備地区。まあ、これね、あんまり聞き慣れないかもしれないですけど、まあ、こういったものもかかってきてるんだと。まあ、特定街区ですね。これ、まあ、他県でも勉強されると思うんですけども、特定街区。まあ、新宿の、都庁とかね、まあ、非常に高い建物なんですけども、ある一角について、すごく高い建物を建てるときに、この特定街区っていうものを使っていきます。まあ、こういうふうに、まあ、見ての通りですね、いろんな地区とか地域とかが、同じこのランドマークに対してかかってきるんです、制限が。今これ見てもらっても分かる通り、市街化区域っていう区域がかかってきて、さらに商業地区っていう区域があって、さらに高度地区っていう区域もかかってきて、防火地域っていう、地域もかかってきて、さらに特定街区っていうものも、これ全ての制限がこのランドマークプラザ、ランドマークタワーにはかかってきてるんですよ。で、多くの方がこの都市計画法を学ぶときに、混乱する部分っていうのは、もういろんな地域地区があって、何が何だか分かんないと、思われる方が非常に多いんですね。で、一つのイメージとして、ここの土地に何かを建てるときに、いろんな制限を重ねて加えていくんですね。で、重ねて加えていって、その制限をすべて満たす建物しか建てることができないんだというふうなイメージで考えていただきたいんですよ。だから、まあ、いろんな地域地区があって、それを重ねるんで、どんどん制限が厳しくなってくるわけですよね。で、厳しくなった中で、その中で建てられる建物を建てていきましょうと、まあ、いったイメージです。まあ、これね、今、ランドマークプラザ、ランドマークタワーについて、説明したんですけども、例えばですね、この辺、住宅街だとですね、また全然違う、制限になってくるんですね。例えばですね、この辺りにしましょうか。
山手と呼ばれるですね、まあ、高級住宅街と、横浜でも高級住宅街と呼ばれる地域なんですね。まあ、この辺をちょっと見てみますかね。ちょっと適当に、調べてみましょう。これ、まあ、高級住宅街の一角です。ですね。まあ、これ、市街化区域内。まあ、さっきと一緒ですね。で、これ、低層住居専用地域。で、これも高度地区ですね。かかってきてますね。高度。最高限。いわゆる、高さ、マックス何メートルまでですよ、みたいな感じですね。用途地域でも、これ、細かい制限がここにかかってきてます。これ、敷地面積の最低限度、125平米って書いてあるので、もし、この辺の土地、100平米しかないよって言われたら、その土地には、これ、建物建てることできないんですよ。最低でも建物を建てるためには125平米以上必要だと、まあ、いうようなこれ制限なんですね。で、まあ、緑化地域とかね。で、まあ、防火地域の指定はないですよと。で、まあ、風地地区で、まあ、山手風地地区って言ってね、まあ、この、これ山手、山手っていう場所なんで、まあ、その名にちなんでこうつけてるわけですね。で、まあ、こういった、まあ、日英規制だとか、まあ、いろんな規制が、ここの一つのこの土地、地点に対して、まあ、これもたくさん、制限がかかってきているんだということなんですよ。なんで勉強していく中で、例えば宅建でも勉強する低層住居専用地域では、建物の高さ規制ありますよですね。これ絶対定めなければいけないですよね。まあ、これでわかるわけですよ。でさらには、これですね、外壁交代距離の制限、これも、勉強すると思います。で、これは、まあ、必要に応じですね。必要な場合に定めるので、まあ、今回、この地点では定めていますけれども、別の低層住居専用地域では定めていないかもしれないわけですね。まあ、こういうふうに、まあ、低層住居専用地域にはこういったものも定めるし、こういったものも定めるし、みたいな感じで、たくさんいろんなものをね、定めていくわけですよ。まあ、今回、これ、高度地区も定まってるし、まあ、防火地域はね、定まってないけれども、風地地区、定まってるし、日英規制も、かかってるし、っていったイメージで、ここにはこんな規制かけることができるんだっていうことを、まあ、過去問解きながらで全然構いませんので、まあ、覚えていくっていう感じですね。で、何回かこう勉強してると、イメージってどん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 やっぱついてくるんですよ。まあ、一回でね、完全に理解するっていうのは難しいし、じゃあ、宅建合格した人が、この都市計画法について理解してんのかっていうと、まあ、ほとんどの人が理解してないんですよ。まあ、してなかったとしても、実際合格点って取れるんですね。これは、都市計画法だけじゃなくて建築基準法もそうだし、農地法だったりとか、土地区画整理法もそうです。法令上の制限っていうのはもちろんある一定の理解っていうものは必要なんですけども、それ以上に深い理解、まあ、権利関係みたいな深い理解っていうのは必要ないんですね。ある程度、まあそういうもんなんだって覚えていただくといった感じがいいと思います。で、こういったね、敷地面積の最低限度、今ね、簡単に説明しましたけれども、そういった内容っていうのはネットで調べていただければ載ってますので、まあそういったものを独学の方はどん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 調べていくと。で、ああ、そういうルールなのかと、そういう制限なのかというふうに、もう細かい知識までは不要なので、大体の知識ですね。今、これね、敷地面積の最低限度について解説しましたけれども、今これね125平米なんで、125平米より小さい土地については建物建てれないんだと、まあ、いうようなイメージですよ。まあ、そのぐらいでいいです。まあ、今回125平米だから125平米なので125平米以上の土地であれば建物を建てることができるけども、それよりちっちゃかったら建物建てれないんだと、まあ、そのぐらいのねイメージがあればもう十分です。まあ、建物のね高さの限度、まあ、これはわかりますよね。まあ、10メートルより高い建物建てちゃダメだよっていう、まあそのぐらいのイメージですよ。まあそのぐらいのイメージを持てれば、まあ十分です。まあ低層住居ってこれ書いてあるんで、低層の住居しか、まあ基本的には建てられない区域なんだみたいなイメージですよね。まあこのね、漢字からどん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 イメージしていくっていうのも全然構いませんし、まあ細かい知識っていうものは不要なので、宅建の、試験に過去問とかにね、過去問とかに出ている知識というものを、どん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 頭に入れていく感じで何回も何回も復習していくっていうのが、まあ、一番の対策になりますので、初めはねとっつきにくいなって思うかもしれないんですけども、まあ、何回も何回も復習していると徐々に徐々に見えてくるんですよ。1回では絶対見えてこないので、まあ、最低3回とかですね
は、復習していただいて、たくさん問題を、いろんな問題解いていくと、どん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 ね、理解も深まってきますので、まあ、そのように対策していただければと思います。まあ、もちろんですね、個別指導では、わかんない部分とかあったら言っていただければ解説させていただきます。なので、まあ、短期間でね、実力上げたいという方は、個別指導をご利用いただければと思います。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。